はい、クラシックダンジョン、まだまだ序盤、ネオジオンに挑戦したいのか。行きましょう。ちょ、入ってみましょう。とりあえずアイテムとかがね、やっぱりあればいいなっていう始まりのエリア。あ、やべ、テッシー魔法がねえのか。まあまあいいっすわ。これ本当にランダム形成されているので、ダンジョンがね、まあまあぶっちゃけよくわかんないと。本当にその場その場で、いや、攻撃してこいやって。あ、大丈夫、結構ダメージ、あ、強いなテッシーね。もちろんこれ罠とかもう全然勝手なんで、まあようわからんと、わからんっていうか、まあトルネコですよね。テッシー強っ。気づけや、気づいてこいよ。まあ一発で倒せるってことがレベル2だから。俺が強いんじゃない、敵が弱いんだ。はい、出ました、ゲート。こういうゲートがありまして、あれ、これ、あ、そっか、これ普通だからゴールが一つだけかな、多分ゴールが一つだけですね。この、あ、違う、あった、やっぱこれがね、天使のゲートっつって、スーパーラッキーなところに行けるっていう。で、毎回ごとにこうやってモンスターレベル0とか、あ、全然上がらなかったです。次の階層もモンスターが上がらないと。で、アイテムの出やすさとレア称号の出やすさがアップして、はい、ちょっと前で言った通り、一番下に SP が全回復したとかあるんですけども、魔法の SP が全回復したりすることもあります、こういう天使のゲートだと。で、ちょっとずつ上がっていくんですけど、もちろんこの逆の地獄のゲートとかそういうのがねあったりするので、気をつけないとですね。で、これ今回ね、あの、一応レベルを上げていきたいので、とにかくっていうか、まあ、ひとまずの目的ね、出会った敵はなるべく倒していければなと。全然本当にほら、全然わかんないんですよ、どこにあるか。めっちゃ広いじゃないですか。あ、思ったより広いっすね。思ったより広い。うわわわわ、ほら、出ました。これ一番左が、あの、地獄のゲートっていうところでして、危ない、入っちゃう。真ん中、この緑と左側が赤なんですけど、これが博打のゲートっていうやつで、これ出口出ちゃうともったいないんで、この博打のゲートっていう方行きましょう。本当に博打で、モンスターレベルは、あ、マイナスですね、これ。あ、でもプラス2で助かりました。アイテムの出やすさは1か8か、博打のゲートでプラスになったと。ただモンスターのレベルが上がって3階っていうね、こういった感じです。まだ、まあまだまだあれですね、余裕ですね。ほら、2発程度で倒せる。え、何これ、なんかこれ、なんかよくわかんない、よくわかんないものがあると。動け、動いてほしい時に動かない。あ、もう全開してると。うわー、雲ー、こっから届くんじゃないですか、これ。届かない、あー、微妙に届かない。おい、一撃こっち。あ、天使のゲート入っちゃいましょう。あー、右に宝箱。でもあれは通常の宝箱なので、まあいいでしょう。HP が全回復したと。まあこれをどんどん本当に繰り返していく。まあ、なんか動いてるし。これもしかして、これはさ、ランジョンはこれランダム生成じゃないのかな。ちょ微妙っすね。あ、あった。もういっちゃう。ああ、左下、あれ、ピオキヨッキーっていう。最初のダンジョン、あの、ストーリーダンジョンの方で、大人になったピオがいるとか、どうのこうのって言ってたじゃないですか。あれですね。あれはアイテム落とすので、結構いいぜ、という。もう早速扉を探してるっていう。レベル上げをね、
モンスターできれば倒していきたいですって言ってからのこれですよ。わ、やばい、黒、黒いのいる。なんかどこだろう。あったあったあった。天使多いですね。天使いいですね。アイテムの割にはアイテム宝箱少ないですけど大丈夫かな。敵倒さないとやっぱ出てこないってことなのか。これ2体はやめてほしいね。でもこれほっとくとやばそうよね。よし、攻撃をね、ワン、うわあ、突撃攻撃かい。そういうこともある。あ、こっちなんもねえんだ。同じ方向走ってかわす。あれ、なんかないっすね。うわあ。あとこれがね、下にあるのが通常の地獄のゲート。天使、なんだろう、なんつうんだろう、カオスとかじゃなくて。で、あと上にあるのが、右側が3階ぐらい飛ばしていける。虹みたいなやつが。こんな感じだったと思います。怖いっすね。また黒。黒。よし。回復していこう。ああ、やばい。回復しちゃいましたね。敵が回復する。猫苦手ですね。本物の猫は好きなんですけどね。この地獄と、あ、出口になっちゃいますと。これ戦っていきましょうかね。一応戦えるので今の段階、これ祝福でちょっとずつ HP 回復していくので、まだ行きましょうね。おいーと。で、こっちから行きましょう。3階ぐらい一気に下に行きます。あれ、ワープ、あ、階層ワープ。はい、3階ぐらいって言ったら普通に1階っていうね、そういうこともあると。うわー、うわわわわ、やばい。無視して、倒して、ちょっとね、分かった気がする。多少のダメージは食らっていいわ。回復があるから。回復が多分どっかにあるって信じる。大人になるとアクションゲームが苦手になる現象の一つとして、多分ね、ダメージ食らっちゃいけないっていう思いが一つあるかなと。まあ実際それはその通りなんですよね。あれ結構苦しいじゃないですか、大人のミスって。ざっくりしてるな。ざっくりしすぎ。仕事とかでさ、ミスしちゃうとさ、取り戻すのって結構厳しかったりするでしょ。それこそ一つのミスで取り返しがつかないことになっちゃったりするから、そこだよね。ミスしないようにっ
ていうふうに脳みそが判断してる。ああ、だいぶあいつらチキンですね。だいぶチキンですね。もうやめようか、行こうか。なので本来はダメージめっちゃ食らっても全然 OK だけれども、その社会に出て、あ、これミスしちゃいけねえっていうところでその脳みそになっちゃってるから、あ、これラッキーですね。おい、ハマってくれると、ハマってくれると楽に倒せますね。こうやってやべ、楽に倒せますねっつってミスるっていうね。ほい、これはオオカマキリの毒と出たエルフ。こうやって罠がね、草の中に隠れてるっていうのもまた一つね、特徴的ですね。緑なんで気をつけよう。あとこの敵の動きを利用して一気にこうやってね来ることが分かってれば倒しやすい。あれやばいぞ、これはやばくないですか。あー、よかった、天使のゲートがあった。でもちろんこれね、全部地獄のゲートだけだったりっていうこともあるので、それはもう入るしかないっていうね。で、HP 全回復。あ、森の親玉。あ、ここ、あ、10回、そうだ、10回ごとに、はい。1回ボス戦ったじゃないですか。そのボスがいます。まあ、上行っちゃうとね、あの、めっちゃ時間かかったやつですよ。やばい。めっちゃ時間かかったやつね。あれよ、あいつがいます。だ、今テッシーなんで倒せます。多分つか倒します。もうで、この下ね、いけるようになります。倒すとほら出た。あ、まだ、うわーうわー、まだ敵いるんかい。敵いて、これはきついぞ。一人持ってかれた。やばい、めっちゃ滑る。ちょ、勘弁してくれよ。ちょ、やばいやばいやばい。多分右上にも敵いると思うんですよね。あん時学んだことを生かせ。次は縦攻撃。うーわー、なかなかよこれ。いやー、でも単純に強いね。あの滑るやつでちょっと焦らされましたねこれは。でこれね、攻撃で横攻撃、縦攻撃で通常攻撃か。欲張りたくなる。よし、無理やり倒す。これ、あ、宝箱ありますね。あるけども、そんな大層なもんじゃない。出口もあるんです。でここで全回復っていうのがある。なあ、した、全回復した。これで多分全員復活してると思うんですよ。ホラーのエリア、あ、ほら、これがあるから素晴らしい。わっ、汚ねえぞ。敵があれを使ってきやがった。あの、この角を利用して。ホラーエリアは苦手ですよね。あの骸骨とかいるんで、あれ多分セイントとかの職業で倒す多分必殺技があるんですけど、それがないと
一生復活するっていうね。うわ、後ろ向いてんのに気づくかい。気づくかね、普通。牢屋の番人は気づかんかったけどね。うわぁ、どこ行きゃいいんだ。出口になっちゃってるわ、これ。回復装置ないかな。これね、これ出口しかない時とかあんのかな。あ、これありましたね。渡りましょう。あ、でもどっかで入った方がいいか、帰った方がいいか、一旦。経験値半分になっちゃう。怒りのエリア。これめっちゃ怒ってますよ、これ。ほら、これらがいる。やばい。あいつはやばい。うわ、こっち向いた。あ、回復がありますね。回復しましょうか、一旦。これは破壊できないんだ。青いのが、あ、赤いのが来たので、これはいただいておきましょう。いただいておきましょう。遅い。行こう。確実に倒していく。正面に立ったらダメですよね。オッケー。怒ってるわ。だいぶ怒ってるわ。もうちょっと帰りたくなってきちゃったかな。レベルが15ですか、敵が。これなかなかやばいっすね。おーし、閉じ込めた。これはラッキーですね。これ本当に潜ったら2時間とか3時間とか、やばいやばい、黒いのやばい、になっちゃうので。うわ、広いな、だいぶ、通貨めっちゃ広いっすね、これ。これあれか。これを破壊していけってことか。もしかしたら、ここは、通常同じダンジョンかもしれないですね。箱はある。これは、何でしょうか。アックスはいいか、とりあえず。あ、でも取っとくか、一応。いやー、普通の石の斧。最初の街の方で売ってる。だいぶ嫌ですね。うわーわーうわうわうえだ、気づかれた。早っ。赤毛。よし。うわ、回復させろ。あぶね。こう慎重に行くとこうなってるんですよね。で、怒りのやつはこの左のね、この地震があるんですよ。地震って、あの地震罠、これジャンプしないと。で、全然ダメージ食らってないじゃないですか、こいつら。早い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 、めっちゃ早い、めっちゃ早い。うわ、やべ。早いっすね、やっぱり。なんやかんやで。なんやかんやで早い。一言で済ます。あぶね。回復しよう。あー、ゲートありますね。行っちゃうか。行くしかないっすね。やばい。ちょっと帰りたいっすね。これ今、イノシシ走ってるんですけど、あの、マジで、時々、この回は何回ですよ。あ、ヒヨッキーがいる。
この回は何回ですよって言ってる時に突っ込んでくるイノシシいるんいますね。いて、いやまだ動けない状態、こっちがその状態で攻撃してくるやついるんで、あれ勘弁なんですよね。これは動かないのでやっちゃいましょう。オッケー。ほら石切りとかだいぶ強めのポニャートダガー、ほら見ない名前出てきたでしょ。こういうのがね出てくるんですね。倒そう。 OK。 幸運のメダルとかでっかいコインとか赤いコインが一瞬見えました、うん、そういうのがどんどん出てくると。一旦回復したいね。一旦あの怒りのやつに左下の緑には気づかれたくない。まだとりあえずこの黒いのを倒して、左に炎がいると。あのイノシシがこっちだから倒しましょう。よし、これもお金ちゃんと取ってった方がいいんですかね。やっぱりちょっとは、これは気をつければこいつは倒せるので。うわ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 、緑はやっぱ攻撃高いですね。防御したんですが、あの威力、トライデント、向き気をつけて。いや、行ったばかり。ピエールの窓滑ってます。今ここで俺ね、いいところが倒れてもみぎむきって感じか。ういー、よし、経験値がね手に入るっていうのがいいところ。倒れたやつも盗賊の弓、わわ、やばいやばいやばい、これやばい、これやばい、これやばい、それはやばい。しかも2体来てるでしょ。それはやばい。じゃあどうすんのかっつったら、こっちから下から行った方が安全か。うわー、そっか、あいつらがいんのか、逆にね。あ、そうか、でもこれは大丈夫か。このイノシシさえ気をつければ、突っ込んでこなければここは穴は開かないと。この野郎もここは大丈夫ですね。ちゃんとわきまえてますね。ちゃんとわきまえて、あぶね、横向くかどっち向くか分かんないっていうのがまた一つポイントで、これは届く。 OK、 特にアイテムは落としてなさそう。ゴールね、これ行きたくなっちゃうんですけど、ひとまず待ちましょう。あいつ気づいてないから、この赤いの先倒そう。上向いて右、あぶね、やべ、気づかれた。早い早い、撃ってる最中に気づかれるのが一番つらい。今ならいけるか、ちょっと、いやー、やばいやばいやばい、これはやばい。出せといて行く。こっちゴール、あいついるし、あった。 OK。
ちょっと帰りたいな。もうやばいっすよこれ。ゴールはちょっとゴール探します。ない。まずいね。まずいね。確実に。危ない。ありましたね。ゲート。ちょっと待って待って待って。いやいやいや、やばい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 。借金とか。残り1人になりましたね。ゴールはないのか。えぐいね。ゴールがないですね。いや、普通に帰りたい。普通に帰りたいっすね。敵のレベル見ました？あ、まだ、まだっつっても、まあ18だけれども、だいぶやばいっすね。あ、たた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 、帰ろ、帰ろ。これもうね、この状態になって家をした瞬間死にますから。はい、とりあえず帰ろ。全部持って帰ろ。で、これで300もらったので、結構レベルそこそこ上がると。これ素晴らしいですね。OK。いやー、でも時間的にもちょうどいいんじゃないでしょうか。だいぶでもね、これ。装備なかなかいいのがもらえたんじゃないでしょうかね。ロングソードとかほら、まあ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 、まあ、そんな強くないけどね。次回こっちサンジョン行きたいと思いますので、はい、もう一段階強くなれば、ストーリーのね、方のダンジョンも円滑に進むんじゃないかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。